ジョムコンです。ティアです。今回は地下の秘密基地の作り方をご紹介します。動画の構成はこのような形で進行します。概要欄に目次を記載しておくので、もう一度見たい時に活用してみてください。もしこの動画を気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録、動画の共有もよろしくお願いします。ということで建築の紹介をしていきましょう。秘密基地ということなので入り口は隠してあります。このように草むらに今回は隠してみました。入り口から降りていくとこのような内装が広がっています。中央に進むと左側が寝室、右側がリビング、そして正面が倉庫になっています。そしてこの基地最大の特徴が拡張性です。基地全体は直径9ブロックの円形の部屋をつなげることで構成されています。なので横に壁が続く限り無限に部屋を増やすことができるようになっています。
はい、ということで最後にですね、僕が装飾した部屋をちょっと紹介していきたいなと思います。まあ、見本みたいな感じで真似していただけるといいんじゃないかなと思います。まず入り口ですね。入り口は左右に防具立てを立ててあげて、まあ、外出するときにね、着て出ていけるように便利なように防具立てを置いてあげました。で、入り口の左右の壁なんですけど、左側はかまど系が置いてあります。燻製器、溶鉱炉、かまどがこんな感じで埋められてます。で、反対側は貯金台とか本棚とか、あとは醸造台ですね、が飾ってあります。で、進んでいくと僕の作った間取りは十字になってます。で、左側が寝室になってます。で、寝室なのでベッドがこんな感じで4つ置いてあって、壁には玄武岩を使っています。このテクスチャーすごい綺麗ですよね。で、キノコが置いてあって、で、さっきちょっとスルーしちゃったんですけど、この植物ですね、結構手軽に作れていい感じになるので毎回使ってるんですけど、植木鉢に枯れ木を置いて、枯れ木を植えて、散らかばの葉を上に置くだけですね。これでいい感じの観葉植物ができるので、よければ作ってみてください。で、ワンちゃんがいるという感じの寝室になってます。で、右側の部屋がリビングですね。まあ、左右は普通の壁の装飾になっていて、中央にこんな感じの食卓があります。食卓は真ん中に金床を置いてあげて、金床を囲うように植え付きのハーフブロックを置いて、で、松のハーフロックを椅子代わりにして置いてあげていますね。で、机の上にはケーキとか、加圧板とか、あとはシーピクルスが置いてあります。で、部屋の奥ですね。部屋の奥には暖炉があります。こんな感じで、レンガを逆 U の字みたいな感じで置いて、中にですね、焚き火をこんな感じで置いてあげてます。で、暖炉なので煙突につながるパイプを花崗岩で表現してあげました。っていう感じのリビングですね。で、正面に行くと倉庫になってます。まあ倉庫はラージチェスト1個と、普通のチェスト1つを縦に積んであげる形が一番綺麗に置けると思います。で、ここの柱と柱のアーチは削って置いてあります。で、上は階段ブロックにしてありますね。ちゃんと開けるように。で、反対向くとですね、ここに装飾ブロックは隠してあります。柱の手前にですね、トラップドアを縦に積んであげて、で、壁とトラップドアの間に埋め込んである形ですね。これで綺麗に隠すことができるので、良ければ使ってみてください。で、ネザーゲートがありますね。ネザーゲートは、フェンスゲートを置いてあげて、モブが入ってこないように、またはこっちから入っていかないように置いてあげています。はい、っていう感じの拠点になります。まあ、ざっくりと紹介していったんですけれども、真似したいところがあればぜひですね、真似していただけると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。もし作ってみて便利だったら、友達とかね、ご家族とか、まあ、周りの方に共有してあげてください。そして僕は他にもね、マインクラフト建築系の動画をいろいろ上げているので、良ければ他の動画も見ていっていただけると嬉しいです。このチャンネルの最新の情報とかは Twitter でお知らせしているので、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。